はい、画面の前の奥様、こんにちは、こんばんは、カズです。今ね、電球を LED 化したいって方っていうか、もうね、LED に咲いた方とかいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、電球とこれですね。最近ね、これをね、LED にするっていう流れがね、流行ってるんですよ。そこで私もね、その流行りに便乗して今回こちらです。東芝の LED ライト、品番が LDT7N-G/S。なんかね、LED 電球といってもいろんなタイプがあるみたいです。そこをね、今回軽くまとめてみました。まあ、とりあえずこちら中身の方を確認してみると、じゃ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 ーんと。ちょっと LED って言うとね、なんかずっしり重たい感じなんですよね。まあ、上側はね、ちょっと形違うんですけども、下側の方は一緒。私もね、よく分かってなかったんですけども、これね、E の26? なんか電球ってね、E の26やら E のなんとかって書いてあるでしょ?それってのがね、これ。こちらのね、直径の話です。だからね、これを交換するときはね、この E の26に合った、こちら LED 電球を選ぶ必要がございます。まあ、とりあえず取り付けてみましょうか。取り付け非常に簡単でございます。こいつをね、そのまんまね、ここで、くるくるくるとね、あとはね、スイッチを押すと、発点灯ですよ。うわ、ほう、眩しい眩しい。はい、てな感じでね、設置無事完了したんですけども、これね、いろいろね、明るさがあるんですよ。今回ね、結構明るいタイプですね。810ルーメンのものを選びました。810ルーメンというと、40W 相当のものでございます。前回使ってたのがね、40W タイプなので、なんとこれよりも明るくなる。そしてね、これ、色見るとわかるかな?これちょっと白っぽい感じなんですよね。で電球色っていうとなんかオレンジ色じゃないですか。それもね、LED 電球によって色々あるんですよ。だからね、ちょっと白っぽい光。もちろんね、これと同じシリーズで電球色。黄色いオレンジのような光もございます。ではね、ちょっとね、こちらの方にチェンジしてみましょうか。これ LED の面白いのがね、消費電力が少ないのももちろんなんですけども、触ってもね、これ、熱くなりにくいんですよね。今、電球でこんな風に触ると、火傷するんですけども、こちらだとね、まだ触れるレベルです。はい、では取り替えたので照明つけますよ。はいっと。はい、こんな感じでね、なんかオレンジ色っぽい光になりました。これがね、よく言う電球色というものです。そしてまだポイントがあるんですよ。これ、ちょっと説明書見るとね、光が広がると記載があるでしょ ?LED ライトで注意しないといけないのがね、電球がね、こう、ほわっとね、ほわっと広がるんですけども、LED っていうのはね、この面に対してピッて光る。結構直角形なんですよ。ちょっとね、用意したんですけども、例えばね、これ LED の照明でございます。まあ、こんな感じでね、面になってるんですね。同じように電球の LED タイプだと、まあ、こんな感じで垂直にファッと入るからね、こう、広がりがない。しかしね、今回のやつはね、広がりのあるタイプです。ちょっとね、光ってるやつ見せますね。はい、ちょっとね、調整したんですけども、こんな感じでね、全体が明るく光って見えるのです。これがね、ワイドに広がる LED 電球のなんか面白いところですね。本当にこちらの電球と一緒な感じの光り方をするってだけ。そしてなぜ今回ね、この電球色じゃなく、このね、中白色にしたのかというと、私ね、カズメシっていう料理チャンネル持ってるんですよ。それでね、この電球の光が混ざるとね、色がね、汚くなるんですよね。だからね、この上の蛍光灯と似たような光、その中白色を選びました。これでね、もう少しカズメシのクオリティが上がるかも。と言っても料理のクオリティ上がらず、映像のクオリティが少し上がる程度ですけどね。とにかくね、画面の前の奥様。今この電球からこの LED 電球に変更するとき、今言ったことちょっとね、注意してみてください。そして最後にね、こちら気になる価格なんですけども、これはね、光が広がるタイプ、そして明るいってことで、少しね、お高いものになっております。ただ今現在なら少し割引が効いてるようで、なんと Amazon 価格、6510円が、なんと 53% オフ。3038円で現在販売しております。まあ、とにかくね、この LED 電球に変更することでね、消費電力のオフはもちろんなんですけども、これ、4万時間使えるんですよ。だから半永久的に使えると言ってもいいんじゃないでしょうか。他にもね、安いものであれば、1000円台のやつもいくらかあるので、私のブログの方に貼り付けておきます。もしよろしければ説明欄よりご覧ください。以上、ふわっと広がる LED 電球の紹介でした。はい、とは LED 電球の紹介いかがだったでしょうか。今回初めて導入したんですけども、いいね、LED 電球。ほら、ほら、上、今なんかいろいろ関連動画って見えないか、こんな感じでね、わーって広がっております。あと動画の中でちょっと言い忘れちゃったんですけども、まあ、これ交換しづらい場所、この4番時間も持つから、すごい高いところの電球の交換ね、やりたくないでしょ。そういう時にね、こちらの LED 電球です。ものすごくおすすめでございます。また今回ね、私真面目にブログ書いております。
まあ、他の電球情報もね少しだけアップしてありますので、もしよかったらね説明欄よりご覧ください。そして今回関連動画としてはね、実はね私の前にも LED の蛍光灯がついてるわけなんですよ。そちらの関連動画こちらの方に載せておきます。これ私撮影用として使ってるんですけども、本来これキッチン用のものです。キッチンで手元が暗いって方はねぜひぜひ見てみてください。でこちらねなんかよくわからないやつ貼り付けておきます。そしてこちらカズチャンネル、タブレットやこういった日用品幅広いものを取り扱っております。もしよろしければこちらにチャンネル登録、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あと注意点、調光機能のついた電球器具では使っちゃいけないとのことでした。ではまた次お会いしましょう。